福田です。うぇおい何多いや、はい、さ何やお前最近コメント見たぞお前。なんすか。なんかいいペアですねとか書いてあったから書いてありましたね。なあ嬉しかった。分かってねえな、まあ、あいつらな。いや分かってますね。分かってた。はい。でもなんか先週さ、先週社長にさ結構俺ね圧かけられたじゃん。お前も俺に連絡があったら何もやめたよ。たまたま帰ってきてお前声かけて何やったのって言ったら、いやチャンスだとどうぞ。じゃあ俺が聞きたい。もう釣りだね。もう部外者だもんね。俺の圧そのままいなしてこうやって本当に流してんじゃないか。なんせ何それ。は流し打ちってやつで、ね、今日は僕はねなんとあの社長呼び出そうかなと思って。お呼び出すんですか。呼び出そうかなって。はい大丈夫ですか。でどこだと思う。なんともう場所も決めとんだ。もう社長呼び出す場所。もう会社じゃないですもんね。会社じゃない。今向かって向かっとんだけどさ、そこの例の場所まで。はい。あの事件があった場所だ。俺が解雇された事件があった場所だ。修行に出るってなった事件があった場所だ。そこに今から行って初心に帰ろうかなと思って。え殴られたと思う。殴られたって聞き捨てになるんだろう。ボコボコにされた場所。ボコボコにされた場所。殴られてましたね、別に。ボコボコにされてましょう。そう、そうでした。で、俺が包丁を買って持ったら、社長が、はぁーってやってくれて、さぁーってやったの。もうそれ誰も覚えてないです。誰も覚えてない。俺だけだよ。包丁で襲いかかっていた。うわ、怖っ。こうやって、バーンってさすが。で、まあ、今回、はい、まあ、当時、まあ、その、まあ、その時にね、はい、まあ、一応、女性と一緒にいて、僕が。ああなんか言ってました。そうそう。でまあそこはちょっと俺もさ濁しとったんだけど、はい、女性と一緒におったってことは、はい、でまあその当時一緒におった女性もなんか来てくれるってなったもんで、その子と一緒にまあ社長呼び出して、まあ、その時のね、はい、まあ真相、まあ面白おかしくって言ったらおかしいけど一緒に話しながら、はい、その女性、まあ、みんなにあの本当の真相をちょっと伝えていこうかなと思って。だってその女性はだって飯食って、あの、飲んでないから、はい、白くて全部覚えてるから。聞きたいだろ。ちゃんとした目撃者です。聞きたいだろ。聞きたいですよ。だろう、はい、だそれをちょっとあの、今回公開しようかなと思いまして、さらしたろうかなみたいな。だって俺も MT 工業関係ないからね。まあ、練り替え道場とはね。そうです、ね、さらすだけさらしてそのまま逃げるで俺。俺もうそろそろあの、引っ越しも考えとるからさ、はい、もうなんなら社長さらしても大丈夫だろ。じゃあ大丈夫ですよ。だろう。全部教えてください。見てみ、この右目の右のこの後これが物語ってるだろ。男の勲章だ。男の勲章だよ本当に。で、まあ、今回ちょっとね今からちょっとお店に入って、はい、まあ、カメラ回してね、ボコボコにされたとこ、そうボコボコにされたことを全部あの視聴者の皆さんに晒してあげて、はい、で、まあ、僕が、まあ、そこでね、まあ、どういった経緯でこうなったかっていうのを女性に本当の真相を教えてもらうっていうことで、はい、ね、まあそんな感じでしょうか。僕です。例の女性の方。例の女性の方です。まあまあで、まあその時に一緒におって、はい、まあ俺が殴られたところも目撃して、はい、俺が血だらけのところも目撃してるから、はい、はい、今日なんか出てくれるってことで、はい、モザイクかければ、はい、はい、ということでちょっと中で殴られた。中もそうと思うなって。中で殴られて、外に逃げてた、外でも殴られてて、はい、家に帰ってったり、家の中まで。何ありがとうございます。あったけ。もうモザイクかかってる、ここ。かかってます。かかってる。かかってる。かけといてない。かけてほしいらしいね。かけてほしい。ちょっと僕、弱くなっちゃった。まあ、ちなみにここですよ。はい、この店で。はい、もう向こうの席だよね。あそこ。この席で、じゃあ俺も覚えてないんだけど、はい、全然ね、本当にもう結構酔っ払ってたよね。酔っ払っとった。結構酔っ払っとって、はい、なんでそうなった？で元々じゃね、俺らその飲んどって、はい、地元の連れとかも来とったんだよね。地元の連れとかも来とって、はい、結構なんか遅い時間帯になったもん、まあその事件があったんだけどね。遅い時間帯になったもんで、もう自分の友達と帰って、はい、で2人でここでご飯食べてた、はい、たこ焼き食ってね、はい、そしたらいきなりじゃない、いきなりバーンってきたんで、確か多分電話しとったでしょ。あ、電話しとらんかった。いや、覚えてない。それすら覚えてない。で、今回ね、ちょっとまあ、まあ、そういうのもね、合わせて、もう社長も呼んでね、
まあ、全てちょっとあの晒したろうかなってブラックの部分全部晒したろ。いいんですか。ああ、もう最近ハゲって言えんだよ。そうです。だろ。一方的にする。だろ。ハゲ。そう。俺一瞬間一方的にいじめられてるだけやろって。最近ハゲって言わんだよ。それブラックのダークな部分晒し出さなあかんで。はい。まあそんな感じかな。わかりました。まあ、とりあえず社長おる。仕事は。でも帰ってきとんだね。帰った。帰ってきてます。もう荷物持ってるところ。あ、帰っとった。はい、じゃあ家におるだろう。多分家にいます。最近自粛モードで。ちょっと呼ぶわ、社長。いい？呼んでいい？ちょ、お前その、あれだぞ、お前。社長が来たら、お前普通に、いや、僕じゃないんですよ、とかって言うのよ。お前が取りたいって言っとったんだろ。はい。ありがとうございます。まあ、でもし、お疲れ様です。あれ、社長何やってますか、今。どうした？いや、何やってます？仕事ですか？あ、もう帰ってるよ。あ、帰ってます？ちょうど僕今、中川にいるんですけど、一緒にご飯食べたいかなと思いまして。誰と？いや、僕は一人います。一人？はい。どこに？一人、ジョニーっていうたこ焼き屋さん知ってますか？知っとる、決まっとる。そこで今たこ焼き食ってるんですけど。お前ジョニーで私言われてるか、お前。一人で？ほんと一人です。すぐだ、すぐ行くわ。あ、待ってます。うん、はい、すいません、失礼します。おい、今捉えた、ちゃんと。はい、また芝居撮ろうかって言ったよ。そうですね、だろ。これも暴行罪だろ。はい、もう傷害罪決定じゃない、これ。今カメラがおるって分かったんだな、普通に。そうですね、全部これさらけ出してるんだよ。ボロクソ言ってましたね。ボロクソ言ったろ。はい、お前知ってるの決まってるだろ。ちゃんと喋ってよ。ね、まあ、で、とりあえずね、社長が来るのを待ちましょうか。ね、帰っていいですか。え、帰っていいですか。ちょ、まずいと思う。とりあえず待っとけよ。社長が来るで。もう来るんじゃないのと。あ、来た来た来た、取れたな。お疲れ様です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 。はい、出ていい。はい、出ていい。モザイク割りで。彼女出ていいの？モザイク割りで、はい。彼女出ていいの？彼女なんですか？友達なんですかね。すいません。あ、今回なんか、伊藤がなんか本当の真相を教えてもらいたいって言って。真相？はい。大将に聞けば大将。大将一番覚えてるじゃないですか。僕はずっと見てますから。あれ、僕悪くないですよね。悪くない。あれよりも見えたみたいな言い方。3発ぐらい。動画の中で一発出たから、ね、動画の中で一発だったよ。俺3発だったんですよ。覚えてない。俺も覚えてない。3発入りました。3発入った。一発ちゃんと入っとって。ああ、一発ちゃんと入ってた。もうだってもう顔がさ、バーン投げるじゃん。でもこいつはまあいつものことなもんさ、なんかまあすいませんって、ああもういいみたいな感じで、なんか出てって、で、2人になるじゃん。ちょうど向こうの席だわ。なんか俺もさ、もうカーってなってるもんね。こうやってパッて見たらさ、じゃあもういいよ、あいつおるで、もう帰ってったらやって。大丈夫っす、いますね、みたいな。いやいや、おってもいたんでしょ、みたいな。あいつ出てっちゃったから、ね、ほんとよね。いや、戻ってくるかなと思って。あ、大丈夫っす、待ってます、みたいな感じで。いいよ、行ってやいいよって。なんか、多分ね、分からんけど、なんか、とんどに立つのいかんのかな、みたいな感じで。いいよ、行けやって言っても、大丈夫っす。ね、待ってます、もう顔が完全にお人形さんみたいな感じ。完全にそれは覚えてる。でもお金全部払ってたんでしょ。あ、もうその前に。そう、はい、俺もやっぱりカーってなってるもんで、血回ってないじゃん。はい、血回っとんか。あんまり記憶ないんだけど、はい、大将聞いたら、いや、お金もう引きましたよって言って、偉いな、この子。あの時始めましたよ、2回目か。2回目でしたね。俺に会ったのは。はい。で、怒ったとこは見たことあるね。そうですね。女の子にね、お前さらせろって言ってるとこしか見たことないもんね。大丈夫だよ、大地だよしか見たことないもん。俺の大地だよしか見たことないもん。全然で、びっくりした。びっくりしました。そう、びっくり。でも俺全然覚えてないんだけど、
酔っ払って、いや覚えてないか知らんけど、はい、まあまあまあ怒るじゃん、まあでどこまで行ったか知らんけど、まあ結構話したの、はい、あ、でもまあそこまで晒してないっすね、晒してないっす、すごい、うん、ね、俺晒してない、まあでも俺はもうそうなって、はい、俺はもう、まあ、タクシーで帰ってったんだ、はい、ね、だからなんか2人がもうすぐそこで、ちょっと200メートル、300メートルぐらい先のなんか銀行の前で立っとったでしょ、2人が青春ドラマみたいな感じで、ミッチーとそのカズルがね、ちょっと一回やってくれる、ちょっと立ってじゃあやったこういう感じよ、こういう感じよ、こういう感じよ、もうこういう風にもう大丈夫みたいな、多分顔とか声でやったでしょ、なんか口吹いてました、あ、そう、もう大丈夫だからみたいな、でこいつもういい、もういいみたいな、タクシーでずっと見たらおるからって、もういい、俺乗ってくれないからって言われて、大丈夫、あなた大丈夫だなみたいな感じで、なんか映っとってバカなこいつらって思ってちょっと待って、今日何シャバンだわーの社長のことさらけ出すね、さらすね、俺さらされてますいや俺が覚えてるのは、まあ、別に怒ってなかったんだわ、はい、まあ、まあしょうがねえし、別に酔っ払ったことは相手もありし、まあ、そんな聞いてもないのに、じゃあ俺視聴者も怒るかもしれんけど、はい、いや事実も知らんのに怒れんじゃん、何があったのしか言ってないんですよ、はい、そうですね、じゃあそれ事実知って怒るのは別だけど、はい、それと弁償とかまた別じゃん、そうですね、いやそんな話じゃん、別に俺が怒ったことはそんなことでお前がカッコつけることじゃねえじゃんっていうことだけじゃない、俺が怒ったのは多分怒った言葉が多分あったと思うんですよ、俺がね、はい、あ、ミッチが、あ、社長さんがです、俺もでもこのきついこと言ってないな、こいつ、あ、そうですね、全然普通に、ね、普通にまともにお話ししててちょ、いい加減にしとけよ、そんなことばっかやんなーって言ってないでしょ、ないないやったやまたみたいな感じで、あれっすわーみたいな、ほんのまあこれ動画で晒すけど、まあね、2件目この上でまた暴れたんだろ、暴れてはないですいや暴れてはないけど、はい、でたまたま俺知り合いに、まあ、動画撮ったわな、知り合いに会ったのおっしゃる、このメールね、はい、でミッチ君上で会いましたみたいな、はい、あ、マジでまた泣いてましたよとか言って、あ、マジでとか言って、あれ大体一緒になったんですよ、その時が、で その時は別になんか一緒だったは普通でした、あ、そうなんだ、その日ミム合流してからは全然普通、ちょっと頭ずれてんちゃう、自分え、まあ、どうやら言うしキャラ出しとこないキャラ出して仕事はどう、仕事はでもいい、まあ順調っていうよりか、まあ応援ですけど、うん、まあ、でもまた一件現場の中で見積もりしてくれんかっつって、それ YouTube ミッチーとしてのか、まあ、現場で見て、あ、知り合って YouTube のミッチーとしてです、そう、結構じゃあ年上の人も見てんの、見てます、なんで、なんで本当に一個丸々、まあ、結構大きいですよ、普通に3、4階建ての、まあ、塗装、シーリング、防水も全部込みで、うんうん、で、僕もそんないきなりはそんな できないんで、次回どうしようがあるよいや、違う違う、まあ、世界では視聴者にってことは、まあ、ミッチで行っても、まあ、全面的にバックアップするし、まあ、行って、例えば、まあ、スクロッシュやな、はい、本当 1% でも 2% でもいいわけじゃん、で、まあ、塗り替え道場のこの看板で、まあ、塗り替え道場の看板でやってくれよ、で、はい、まあでもこいつにもちゃんとお金があるみたいなのが、はい、いいもんで、まあ、ぜひこいつね現場で見て、はい、まあね、俺も思うもんな、メリカ道場の上でもいいよっていうぐらい、やっぱもともと責任者だから、はい、まあでもリュウジ社長変わったな、変わったっすね、めっちゃ変わった、いや、よかったなって、俺もね、なんか最近リュウジ君じゃないですもんね、全然違う、夜11時とかで止まりますもんねこいつ頭吹っ飛っちゃうかなそうそうそうウィッチも変わった、まあ、実際には仲いい、どれぐらい週に、まあ、2、3回あったのか1回あったのか知らんけど、実際付き合ってんちゃうのお前ら、週にね、どれくらいしか付き合い3、4ぐらい、今3、4ぐらい、そうだね、それで、ね、やっぱ変わった、変わったんですかね、そう、仕事の時は分からんけど、俺この間チラッと飲んで会ったけど、はい、まああんまりもう酒は飲んでないですよ、はい、ああ、でも生活は結構変わってると思う、あ、生活は、はい、性格は変わるでしょう、性格は変わらない、でも俺もそう思う、なんか自分で別に、はい、そうだったけど、別に性格は変わったけど性格は変わってない、はい、別になんか昔のまんまだし、はい、別にクソのまんまだけど、はい、だから楽しいじゃんやっぱり経営者って、あ、でもやるしかないじゃん、もう目の前のこと一生懸命やるしかないじゃん、はい、だからもうその考えとるような悪いこととかいいこと、まあそうですね、だからまあ、まあそんなもんじゃないの、あ、でもやっぱそう、多分飲みはかなり減ったんじゃないですか、ね、いや、言っとったよ俺、何お前、お前ら二人でたくさんあったんだろうな、おい、おい、女違う、プンプン
曲を振り返りましたこれは 100% セクハラでしょって普通におっぱいな当てるぞ視聴者の皆さん本当にもうお客さんも見てるし、はい、ありがとうございます。どこで盛り上げてますよ。もう必死や俺もう。妊娠あ妊娠じゃないんだよこれ。必死で妊娠だ。妊娠こそみたいな感じで妊娠じゃないでしょ。まあ、そんな感じです。何でしょ。ぜひね、あの、はい、塗装の職人さんはあれこの動画にはすると思うんですけど、あの職人のなんかファイトクラブみたいなですね、あれやってますんで、あれ募集しとるね。まあ2人か3人ぐらいかな。でまあ本当に。やっぱいいきっかけになったと思う。でも本当に案外ずっと働いとってつまらんつまらんとか言いながら10年20年働いたらそれじゃん。ああ、いますそういうやつは来てほしくないけど、はいはい、やっぱ根性あって面白くて、はい、未来あってで二階堂城バックアップしたいようなやつを2人3人を本当に今会社で雇って、はい、まあ、その場合安く仕事しまうぞって、はい、給料ぐらいは払ったんだけど今しっかり任せて請け負うよりは安いじゃん、はい、そういうコース2、3年、1年間で育てて独立させて、まあでももう本当に究極言ったら独立でもいいですもんね。独立を目指してる人たちが来てくれたら、そうそう、独立を目指す人しか、うん、で YouTube が出たらさ、はい、プラスメリットもあるじゃん、はい、そいつが1年間この YouTube 出たことで、はい、いろんなところで声かけられたりとか、はい、まあ、そういうものになれればなと思って、はい、そちらの方もぜひ応募の方よろしくお願いします。お願いします、まあ、それ動画上がっとる、上がってます。でそっちの方も見てください。お願いします。また見て。また見てね。お前モザイク女。これ。モザ